こんにちは。写真家の清田大輔と申します。よろしくお願いいたします。それではですね、早速始めさせていただきたいと思います。はい。今ですね、ウェブ制作会社のドリームピクセルズというところの代表を務めながら写真家として活動しております。所属としてはですね、APA という日本広告写真家協会というところの正会員として所属をしておりまして、 えー、主に広告ですとか、えー、商業写真それからファッション、まあ、グラビアとかですねそういった雑誌それからカメラ誌の機構ですとかさまざ、あ、ま、えー、仕事をしつつ、えー、ほとんどがですね、まあ、95ぐらいポートレートトレ人物中心に撮影ををししてて商業活動をしております、はいえー、主にですね得意としているジャンルとしては、えー、いわゆるビューティーという、まあ、ジャンルであるとか、まあ、ファッションというジャンルが得意でして。 国内外のですね、えっと、さまざまなコンテストをちょっと受賞させていただき、えー、まあ、その流れで、えっと、仕事をさせていただいているというような感じになっております。はい。ではですね、早速、一つ目の作品の紹介から、えい、ー、きたいと思っております。えー、私ですね、あの、好きな写真が、えー、ほとんどがですね、海外のファッションの写真が非常に多くて、まあ、そういったものの影響を強く、えー、受けている作品が多くなっております。 スタジオをあの今ですね東京都府中市に、えっと、清田写真スタジオという、えっと、背景紙のスタジオを経営しているということもありまして、まあ、スタジオでの特にストロボを使って、まあ、インパクトのある写真を撮るっていうところはすごい、えっと、得意としているというような感じですね。まあ、僕の場合はですねその人物の,その魅力の掘り下げ方もあるんですけれどもそれとともに、まあ、世界観ですね今回のテーマにもなっておりますけれども、まあ、創作アート というところで言うとその世界観をいかに表現するかみたいなことをすごい考えながら作品を撮っておりますで、まあ、いいとこ撮りとしてですねその世界観と、まあ、そこに、えー、と演じてくださるモデルさんの魅力を一、まあ、枚の絵に限りなく閉じ込めていければいいなというような、まあ、願いを込めて写真を撮っているという感じですね、はい、でほとんど一、えー、人で作品、まあ、の自分とモデルさんだけであの割とグラビアとかだと何て言うんでしょう イイメメーージジとしてては1対1で撮ってるようなイメージ、まあ、実際はヘアメイクさんがいたりスタイリストさんがいる,いるんですけれどもなんかその皆様のイメージとしておそらく大体カメラマンとモデルさんのセッションで成り立ってると。 ような作品が多いかと思うんですけれども、僕の場合はですね、えっ、ー、と、世界観というのは、あの、どうしてもですね、そこに衣装が必要であったりとか、まあ、アクセサリーが必要であったりとかっていうことで、まあ、ご覧いただいている通りですね、こちらも、まあ、衣装さんですとか、ヘアメイクさんとか、えー、スタイル、まあ、いろんな方とコラボして撮るというようなことが、まあ、非常に多いと、な感じでございますね。で、こちらの作品は、まあ、ヘアメイク、 アップアーティストさんとのコラボレーションということで、まあ、ウィッグをですね編み込んで帽子のようにデザインしていると、えーでまあ、世界観としてはちょっとロココの貴族のような雰囲気ですね、まあ、それをちょっと、えー、優雅な感じをですね、えー、絵画調に撮れないかというところでスタートしております、はいまあ、実際撮影自体は非常にシンプルで、えー、とライティングは、まあ、オパライトというですね、あのー 金属の <laughs> お皿のようなやつです。お釜の中国釜みたいなですね。あの、よくビューティーとか、えー、使われるライトなんですけれども、あの芯のところが、えー、反射板というのが入ってて、非常にマットな質感でこう、 人物の顔を撮るることができるんできんすねいわゆる光ってこう当ててしまうとですね芯の部分が強く出る正面かなり多いんですけれども、まあ、オーパーライトっていうのは芯が出にくいライトなので、まあ、こういう絵画調だとかですねマットな質感を出すのに非常にあの使っている機材であります。はい でそのオパライトとレフ板って、まあ、シンプルな構成なので、まあ、よくライティングで作り込むっていうとです、ね、たくさんの照明を使って撮るっていう方も、えー、イメージとしてはあると思うんですけれども、まあ、結局はその自分が撮りたい世界観を撮れれば、まあ、どんなライティングも正解だと思いますので、まあ、ここはシンプルに一等と。で背景はです、ね、白とか黒とかあまりシンプルすぎると、えー、ニュアンスというかです、ね、そういったものは出にくいので今回はムラのある背景ののを使っていると。 ざっと作品を紹介しますとこちらも、えっと、かんざしの作家さんとヘッドアクセサリーの作家さんとの、まあ、コラボレーションになっております、えーまあ、スタジオなんですねこれもスタジオに枯葉を敷き詰めてですねその上にモデルさん寝てもらって撮ってるとで、まあ、僕の撮影よくスモークが出てくるんですけれども、まあ、うっすらですねスモークを焚きながら、えっと、こういった雰囲気を演出しているというような感じですね。 でまあ、何度かそのコラボっていう話が出てると思うんですけど僕の撮影の場合ですね僕がディレクション基本的にはしてるんですけれどもやっぱりですねいろんな都合が出てくるんですね例えば着物をきれいに見せたい、まあ、スタイリストさんは着物を見せたいメイクさんはヘアメイクをしっかり見せたいというのはですね、えー、とそれぞれ各々の、えー、優先する事項があるんですね。でそれをうまく 混ぜながら自分の世界観とこう融合させていくという非常にこうバランス感覚が必要な撮影が多く、まあ、これは特にそういったものを意識していますね、えー、なので着物の置き方とかですね布の流れ方とかですね、えっと、ヘアメイクの見え方なんていうのも、えー、現場ではテザー撮影といいましてモニターに出しながら、えっと、みんなで相談をしつつ、まあ、こういうのがいいよねとかこういう表情がいいよねとか こういういいい布のの置き方がいいよねねとかです、ね、そのコンセプトに沿ってこう相談しながら、えっと、確認して撮影していると、えー、そんな感じがですね非常に多いなというところです。はい、でこの写真はですね非常に説明しやすい部分がありまして、えー、私ですね撮影においてですねライティングこれ3頭使ってるんですけれども。 まず顔の露出を取るってことは非常に大事でまあ顔に露出を合わせこれもオーパーライトを使っておりますでグリッドをつけて顔にだけ当たるような感じで照明を組んでるんですけれども、えー、露出計をですね使って2等目3等目の露出をですね、えー、と合わせていくようなことをしてますでそれは何をしてるかというとえっ、ー、とメインライトまあ顔に対してフィルインが何段差つくとえっ、ー、と 例えばこういううい写真になるっていうのをですね自分の中で、えっと、かなり何、えー、て言うんですかね一回研究したことがありまして、えー、自分が好きな写真ってどういうものだろうかっていうのをかなりこうファイリングした時期があるんですねもうかなり始めた初期の時期だと思うんですけれども、まあ、デザイナーってそういうそのスクラップブックみたいによく作る方多いと思うんですけれども、まあ、それを作っていったんですね。 でその好きな写真、まあ、大体その海外の雑誌ですとか、まあ、有名誌とかでまあやっぱりリストが上がってくるんですけれども露出差がですねメインに対して大体フィルインが段段かからら差ぐらいが多かったんですね。これはあの露出系であの雑誌とかをですねみながらそこにこう反射公式ですねこう撮ると露出がわかるんですけれどもそれでおよそそのぐらいのものが好きだということは自分の中で分かっていて、えー、それをまず 基本ととしててて、えー、現場に行って撮っ撮るとなのでこれもシャドウ部とですねハイライト部だいたい2段差ぐらいつけて撮ってるということですね。でまあ、もちろん布の反射率によって変わるので、えー、と入射公式で例えばちょっとすみません難しい会話になっちゃいますが2段差ついてても布が白ければもっと明るく見えちゃうのでフィルインはもっと落とすとかっていう調整をしながら、えー、撮っていくと。で今この好み っていう話が出てきたと思うんですけれども、このレタッチにおいてですね、えっ、ー、とゴールがですね、だいたいわからなくなりがちなんですね。あのレタッチ迷子という言葉があると思うんですけれども、やればやるほどこっちもいい気がするし、まあこっちもいい気がするしみ,でみたいなこの、えー、何が正解かわからんみたいなことをこう。 起きがちなものなんですけれどもえっとそれはなぜそういうふうに起きてしまうかっていうところに言うと自分の目指す方向性と好みが実は明確じゃないんですね。うんはい、でレタッチにおいて一番こうコアなこの一番重要なところっていうのは自分が何が好きなのかっていう部分と自分が何を目指しているのかっていうのをこう明確にしないとえっといくらテクニックとかあってもまあそれを生かすことができないんですね。 なんでこの作品においてそれをこう説明してくるってそのまあただテクニックとして知ってるじゃなくてまあ何を指針にして自分が進んでるのかっていうことをちょっとこうまずまずレタッチの前に知らなければいけないっていうことですね。でおすすめとしては、えー、と自分の好きな写真をやっぱスクラップすることをちょっとすごくおすすめします。えー、僕の場合本当に何万枚も こう海外の写真をこうスクラップしてでその中でもさらにお気に入りがあってさらにお気に入りがあってって100枚200枚というような感じで厳選するとですねもう自分の好きな露出カラーまあそういうものはですかなり明確にまあ分かってきます。特に初心者のうちでその中でその撮影手法を学びレタッチを学びっていうのが一番早く上達するんじゃないかなっていうのは個人的にはすごく思っております。 えー、この作品もですね、えー、コンセプトは非常にしっかりしております。まあ出発はすごいつまつまらないというかその面白いところで、まあモデルさんが頭にコーヒーカップを乗せたいみたいなところからスタートしていて、コーヒーカップを乗せるとどういうことだろうかっていうのはまあ別としても、でコーヒーの養成というですね、えー、そういうコンセプトというかキーワードを最初にもらってます。でそれがまあできる作家さんとかまあ衣装さんを探して、えー、こういったふうに作品をしているんですけれども。 えー、僕のですね創作作品においてはそのキーワードをまあ広げていって最後作品にするってことは非常に多いんですけれども、まあ、例えばコーヒーでしたらコーヒーのカラーありますよねコーヒーカラーでまあ全体を統一しようかとかですね、えー、まあ後ろもですねムラのある布を使ってるんですけどなんとなくこう湯気をイメージするのかとかですね、えーまあ、いわゆるそのコンセプトにマッチした色表現 とかですね表現っていうのを考えてこう絵を描くような感覚ですね当て込んでいくと。はい、で、えー、今回ですね、えー、レタッチの中でポイントになってくるんですけれどもまあ大きく分けておそらく皆さん知りたいところとしてもその肌の補正とかっていう部分,部分ともう一つはその自分の、えー、と表現としての何、えー、て言うんですかね レタッチの部分ですねそれってどこに現れるのかっていうのはすごい僕も考えたり研究したりするところがあるんですけれども一つは色色色ななんだろろううととと思っっててますね色味とか色っていうところで例えばその暖色系の色っていうのは、まあ、一つは感情が高ぶっていることを示したりとか、えーまあ、情熱を示したりとか、まあ、派手であるとかその,まあ前,前,のり、ま、前のめりの表現ですねそういうのは暖色を表しているし えー、感触というのは逆に感情の落ち着きをこう表したりとか、えー、爽やかなイメージであるとか澄んだイメージなんかを表しやすい、まあ、そういうことを意識したカラーリングそしてかわいいとかお茶目とかですね、まあ、コーヒーカップをね頭に乗っけるってことですからちょっとこう面白さみたいなところでそれプラス、まあ、人物に目が行くように。 どうしたらいいだろうかっていうところでちょっと西洋風の額をあえて持ってきてその、まあ、いわゆるこういう構図ってありますよね額縁構図っていうのをそのまま額縁に当て込んで使うというようなことを現場でやってどう、まあ、そういう意味ですごく印象的で何らかの感情をこう想起させるような作品になったのかなとまあカラーもそうですけれどもあと明度っていうのも写真に大きな影響を及ぼしますね。明るければ軽いようななイメージになりますし で重厚な黒がやっぱ多ければ重い感じの印象を持たすとこの写真が落ち着いて見えるのはまあ暖色系の写真なんだけども落ち着いて見えるっていうのはちょっとこう明度が低めだからですね、まあ、そういったふうにして自分の色とか、えー、カラーリングっていうのを考えてます。で、まあ、ちょっと今回あの後で、えー、レタッチの作品出てきますけれどもどの程度現場でそれを 突き詰めるのかっていうところにおいては大体いい8割ぐらい意識してるっていうな感じですね。えっと完璧に仕上げることを目標とはしてるんですけれどもそれをやればやるほどですね現場の準備は大変になっていくのでモデルさんが疲れちゃうとかっと現場の雰囲気が悪くなっちゃうとかっていうことはあるのでまあもうこのぐらいで大丈夫だろうっていうところでもって撮影は進行することが多いです。はいでは次のスライドに行きます。 まあよくですねデザインの中に「神は細部に宿る」というような言葉があると思うんですけれども僕が意識しているのは作品のまあ奥行き感というところはすごく意識しているところがありましてでそこはどこに出るんだろうかということはこう常々、えー、研究しているんですね。 でこの作品見ていただいて、まあ、キーワードは「やさぐれ」だったんで「やさぐれ」を表してるんですけどもあの割とですねシャドウが多いんですねシャドウまあ黒つぶれではないにしても黒い部分が多い作品になっていてまあパッと見で見たらかなり暗いですねヒストグラムで言ったらかなりシャドウに寄ってしまってるので人によってはもっとこう明るく撮りたくなってしまったり明るい現像してしまったですね、えっと、実はですねメイクも全部見えていないんですねその、 この辺きれいなメイクをしているんだけども全部あえて見せなないいみたいなでそれはなぜかというとその見えないところに人間って割と想像力をやっぱ発揮していくので全部が見えすぎてしまうと割とこう何て言うんだろうさっぱりした本当にああそういうメイクなのねとかそういう感じなのねみたいな分かってしまうんですがこういう,こう目線もないとかですね目線もなくてキャッチライトもなくて。 で、メイクも見えない。でも、なんとなくの概要がわかるみたいな、この想像の余地を残すっていうところが、えっと、非常に僕の作品ではこの多くて、なんでそのレタッチにおいてもですね、見せる部分と見せない部分っていうのはすごく考えるっていうところと、見えにくいんだけども、よく見たら映ってるみたいなところはすごく意識していますね。ちょっとこれ、拡大してみますかね。例えば、これ、最初に顔に目が行くと思うんですけども。 まあこういうい感じですね意外とその、まあ、表,表情はしっかり分かるように撮ってるんで、えっと、この向かって右側のメイクとかですね色が正確に出てるわけでもないし、えー、見えにくいかもしれないけれどもなんとなくどんなメイクしてあるか分かるとでどんな感情かもなんとなく想像の余地残していると。で次にですねこれをそらくプリントしたりした場合に皆さんが目が行くのが、えっと、プリントって本当に細部を見やすいので。 でウェブだと見えないですけど例えばこういう細部に行ってみるとこう手のとこも実はこう汚していたりとかですね、まあ、こっち側もそうですね右手左手側ですねこうなんか土で汚れたかのような,なんかその本当に大敗的なイメージを表すのに実は細部にも実はこだわっていると。うんまあ、こういうですねあの鑑賞時の懐の深さっていうのは、まあ、どこに出るのかっていうのはこの全部を見せきらない。 っていう部分になんかすごく出てくるのかなっていうのはすごい感じております。はい、なんでその画面で目立つ部分と目立たない部分っていうところをまあ、撮影で、もうこれは撮っとかないと。まあどうしようもない部分ではあるので、撮影の時にそれはこうイメージしながらで撮影してて、例えばこれ手は多分最初綺麗だったと思うんですね。あの普通にここまでやっぱり撮ってると意識がいかないんですけど。で撮影してるうちにいや、ここもやっぱりちょっと汚れてた方がいいんじゃない？ とかっていうところで調整をしながらその作品にこの仕上がりとか奥行き感を持たしたというような感じですね。はい。ではですね、えー、本日テーマであるところのま創作アートの中で、今回ですね、高根ひなさんがですね、今回、不走者より販売している、えー、ファーストの写真集があるんですけれども、その写真集のまあ特典、まあ、購入者特典用の写真集の中からちょっと、えー、作品を紹介していこうと。 で創作アートということでコンセプトっていうものをまず決めるんですけれどもまあ大まかな概要の方向性ですねえー、まあひなちゃんですね Z 世代のモデルということで NHK の,の特集にちょうど出た後のタイミングだったんですねでまあ新しいものをやっぱり作り出していく若者っていうのはそのすごく僕の中でイメージがあって、まあ、もう本当に壁を突き破っていくような強さとイメージですよね。 それを、まあ、どういうふうに写真の中に収めようかっていうところは最初考えましたで、えー、僕のできるところの,その一つの得意ジャンルとして、まあ、和装、まあ、和装っていは誰もが考える伝統的な、えっと、お洋服だと思うんですけれどもそこに対して実はその和装を、えー、脱いでみたら明日はあのパンクロックみたいな格好をしてるというようなところっていうのはその時代の移り変わりとかその。 まあちょっとこの二律背反だったりとかまあそれも本人のなんか伝統にとらわれないでも伝統にも一応この敬意を示すというのはなその今の若さ Z 世代みたいなところを表現できないかというところでこうコンセプトとして決めたというところですね。で先ほどの写真は寄りの写真でこちらは引きで横の写真なんですけどもえー 縦の写真というのはですね人物のその人らしさにすごくフォーカスしやすい写真です。なのでポートレートの、えー、特にグラビアとかアイドルの写真集なんかを見るとかなりわかりやすいんですけれども、えー、と縦の写真が非常に多いと思います。それはなんかあの見えやすいっていうんですかねその人にフォーカスしやすいっていうその構図的な意図があ,りあるかと思います。 で横の写真というのはですねそのその場の雰囲気だったり世界観だったりっていうのをすごく表現しやすい構図になります、まあ、この写真もですね横構図で撮っているので、えー、非常に世界の広がりを感じるという感じですね、えー、と映像とか映画だったらもっとアスペクト比をですね、えー、と横長にするとさらによく映画のようなとかっていうと思うんですけれどもあれはこの構図が、えー、と引き出す妙味みたいなところもあるかなと思っております ひるがえって縦構図ですけれどもまあ世界の広がりというよりもちょっと人物のやっぱり表情とか、えっと、この出ている肌だとか、まあ、そういったところにこう目が引っ張られていくのかなというところで縦構図というのはこうやっていくとで。先ほどから話しているその黒い部分とか明るい部分とかっていうのはすごく考えて、えー、撮ってますね。 はい、で色味というところで言うとそのコンセプトが先ほど言ったようにその伝統的な部分とそれを打ち破るっていうところで彼女のやっぱり性格的な部分で少しこう毒,毒のような要素っていうんですかねでそれをどういうふうに色味の中で入れておこうっていうのはすごく僕の中で考えた結果として、えー、色かぶりっていうのはそういうところにすごく使える要素でして。 えーまあ、ビビッドな感じはその派手な感じとかその突き破っていく、まあ、伝統突き破る勢いみたいなところを示しつつも少しこう黒い部分とかシャドウの部分には、えー、青みだったりとか、まあ、緑みだったりとか、まあ、感情的にはその少しこう毒気を表すような色味を、まあ、あえてここでは入れていっていると。うん まあそのことによってその彼女の真、実は隠れてる真の部分の強さとかまあそういうものが表現できるのではないかというところがまあコンセプトとレタッチとしてのまあ出発点というような感じですね。はい、なのでその辺もレタッチ、まあ、あとはテクニックになってくると思うんですけどもどうやってやっているのかっていうのはえ示しながらえお話ししていこうと思います。でこれはまあロリータで、まあ、アザーカットでロリータも撮っているんですけれども、まあ、気をつけているのはその赤の色味ですね。 全体的な赤の統一感と先ほどから言っているようなその見せすぎないっていう部分、まあ、照明でそれはすごく考えてるところですけれども暗いところは暗く明るいところは明るくでも髪の毛の艶とかちゃんと分かるとかですね、まあ、そういったところは気をつけていると。でこちらもそうですねこの、まあ、紫なのか赤なのかみたいなところが本人のパーソナリティを表しているかなという気がします。 はい、ではそれではですね早速、えー、作品の方を見つつそのレタッチのテクニカルな部分ですねを、まあ、先ほどギャラリートークの中で説明したその基本事項を踏まえながら、えっと、ご説明できればなと思っております。 はい、では、えー、早速ですね作業をしていくんですけれどもこれ1枚目ですねはい、で最初ちょっと触れていくところは、まあ、肌の補正部分っていうところでどんなツールを使っていくのかっていうところを、えー、お話しできたらなと思いますちょっと拡大しますねえっとよいしょよいしょなんかこのねこのおでんさんの表情を拡大するっていうのは非常に恐縮なところでありますけれどもこの。 しかも配信ででもこの子すごいメイクが上手で、まあ、ライトルームで少し慣らしているのと、えー、かなり肌はね綺麗なタイプなので補正するとかないような感じを一瞬見受けられますけれどもやっぱりその神は細部に宿るというような話をしていますしそのよく見たら。ら 全体のコンセプトを邪魔しているものが存在しないかとか、えー、見えにくいものはないかみたいなところはすごいチェックしていきます。で顔周りでいうとですね、えー、とよくやっぱチェックするのは目元、まあ、この口元、まあ、鼻周りの部分ですねで撮影の時にどうしようもない部分の一つとして、えー、やはりですねちょっとズームしていきますね例えば髪にこう少し髪の毛がえっとかかってきてますねでこれあの撮影時気づかないレベルだと思います。 でこれを現場で直したらですね、えっと、何時間あっても終わらないので,でこれはあのそのまま流しちゃうことが多いです、えー、で僕はですね、えー、作業する時にこれは何で消すかっていうとですねちょっと待ちください、えー、まずレイヤーをコピーしましょうレイヤー複製はいで大元のレイヤーは、えー、取っておきます、えー、何もんとか作業してないレイヤーっていうのは必ずオリジナルを取るようにして、えー、このコピーを中心に、えー、レタッチしていくと。 で順番なんですけれども、えっと肌補正と輝度ですね、明るさの補正を最初にすることが多いです。でそれからまあ、えー、最後カラーリングというところですね。でちょっとやっていきます。これはあのパッチツールというところですね。ここにあります。で、あ例えばこういう夜とですねこの肌の部分で,でこの辺とかはねなくてもいいかなっていうところをパッチツールですねどんどん消していくことができます。でこれはあのいろんなツール えー、使う方がいらっしゃると思うんですけれども僕はの速度とかですねかなり重視して、ね、パッチツール非常に使い慣れてましてこういう感じでですね、えー、と必要なところをつかんで、えー、とここのテクスチャーと入れ替えたいというところを操作するとですね入れ替えてくれますで小さく小さくやればですね、えー、ディティール壊れることなく、えー、とレタッチすることができますでちょっとこ細かいですけれども えとこういった感じですねすごいこの,あのうっかりすると作業しながら無言になってしまいかねないんですけど <laughs> あこういった感じですね消していきますはいでこれも極力拡大して、はい、で目をですねよく大きくしたりとか、まあ、そういった加工される方がいるんですけれども目が白目が、えー、と分量が多ければですねあの目は自然と大きく見えますなのであので目の中にある ものとか目の周りにあるものはこの不要なものは除去してあげるとそれだけでもあの大きい目を作るっていう効果が生まれるのでそれはまず試していただきたいなとでそんな細かいとこまでやるんだって感じですけどもはい、まあ、こうやって、はいはいまあ、こういう感じですねで横、まあ本当に近いところと入れ替えてあげるとパッチツールでも全然きれいになるという感じですね はい、でオルトを押しながらですねあのレイヤークリックすると前後が分かりますこういう感じですね、うんまあ、こういった感じで、えー、と進めていくとでチェックするポイントとしてはですねこう目元口周りとかっていうところもあるんですけれども、えー、と意外と見落としがちなところでいうとやっぱりその四隅全ては見るのでまあちょっと今時間があれではありますけどもまあ本当に四隅からずっと見ていきます はいあでえっと、マックの場合ですスペースをしながら、えっと、この手のマークになりますのでスペースをしながらやると手でこう移動していきますで髪の毛とかもねそうですね、はい、こうやってチェックしていって、えっと、ちょっとアホ毛が出てないかとかですねそういうのはチェックしていきますで順番にまあ一番人間目がいくのは顔周りなので、えー、顔のところをチェックするというところですけれども で今回これかなり綺麗に撮れていますけれども例えばこの辺にほうれい線があるとか少し嫌なシャドウがあるっていう場合は少しおすすめの補正方法がありまして、えっと、今新しく、えっと、すみませんショートカットしちゃいました、えっと、コマンド J で新しいコピーができますこれのコピーができるんですねえっとでコピースタンプツールのあもう設定できてますね、えっと、比較名というモードがありますえっと、 ちょっとレイヤーモードに関しては若干割愛しますが、まあ、通常は通常モードなんですけれども比較名合成にして不透明度をですね下げた状態で明るい肌のところを、えー、サンプリングして、えー、なぞってあげると,です、ねえー、とこのシャドウが和らいでいくんですねで質感を壊さずこのシャドウを柔らかくすることができます。いい この辺をつの明るい部分をすぐってちょっと顎をもう少しそうするとこの辺がすっきでするまあこの顎下の影とかもですねあこれすみませんキーボードでやってますけどあのここをサンプリングするのにオルトを押すとですねサンプリングに状態になりますで明るい肌のところをサンプリングして。 えー、この黒いとこ「比較名」というモードでなぞるとこういった感じでシャドウが和らぎますで、えー、見ていただくとですね、えっと、質感が壊れずこうシャドウが明るく持ち上がるのでこれはすごい肌補正としてですね非常に、えっと、僕よく活用している方法の一つになります、はい、では1枚目のレタッチはこれで終わりです、はい、では次のレタッチをご覧ください こちらもです、ねえっと、肌補正の説明をしていこうと思うんですけれども、えっと、まず、えっと、パッと見のところから、えっと、顔周りをちょっとフォーカスしていきましょう、はいまあ、同じようにです、ねえー、細胞を確認していきます、えー、目の中とかですねこれあれですねはいまあこういったところですでこれやっぱりあのこの火の癖なんでしょうねここにこう髪がかぶってくるというところでじゃあまずレイヤーをコピーして複製して 1> 1つ出しま,す、はい、まあ必ずオリジナルを取っていくということですね。はいまあ、レイヤーはたくさんこう重ねていくような感じになります。はい、では目元ですけれどもまずはこのパッチツールを使って、まあ、かなり便利なので、えー、ぜひ使っていってみてください。で一気に大きくの量をやらないっていうところはちょっとコツではありますね。今ぐらいのそのそ分量でもって、えー ちょっっとずつこう削っていきますでなんか完璧に見えなくてもですね人間の目ってある程度できてればあの自然となじませる能力があるのでまあそこそこにきれいにしていきますまあこういう感じですねはいはいはい、ね、なんかパッチツールだけでも全然いろんな補正ができるのでまあ えっと、自分のやりたいことに合わせて、えっと、自分の使いやすいツールとかですね必ず出てくると思うのでフォトショップの場合え何が、えっと、難しいかとですけど山登りのようにですねえの一つのゴールを達成するのにで,ですねあらゆるルートがあるっていうところが、まあ、一つ難しいところではあってなんでいろんな解説を見るとですねこれもあれもいろんな方法でできるんだけどどれがいいんだろうかっていうのは分からんとかっていうのが出てくると思うんですけど、まあ、それは自分の 一つあの使い慣れた、えー、道順とかですねツールをあの要はツールをこうマスターしていくという方向性で考えると、まあ、僕はもうパッチツールをあのマウスでパッパカやるのがすごい早いあの作業になってしまったので、まあ、そういったところで、えー、パッチツールを推奨しているというだけであって、まあ、必ずしもこれなくてもいい。まあ、一つはですすね、えー、例えばこういうい髪のののの毛とか洗浄のものを消すのに えー、ここですね、えー、とスポット修復ブラシというのがありまして例えばこういうのをなぞることによっても、えー、こういう髪の毛を補正することもできます。これはあの電線とかを消すのに、まあ、パッチツールでも消せますし、まあ、スポット修復ブラシ、まあ、要は同じような作業ができてしまうのでどっちがいいんだろうかってよく聞かれますけれどもこれは、まあ、いかにそのツールに慣れ親しむかというところの部分かなと僕は思っております。 でもう一つは、えー、とこれはこの辺かなやはり口元口周りとかですね、えっと、この辺先ほどもちょっと実はあったんですけれどもこういった髪の毛は、まあ、作品として、えっと、消すか消すまいかみたいな部分で言って、えっと、考えた時にえっと表現としてあった方がいいのかないのかっていうのを選択肢にかけます。で例えば「やさぐれ」っていう作品が最初あったと思うんですけれどもああいうやつであればこういうのは髪の毛がえっと ガガサガサ出ててもやさぐれ感を表すにはちょうどいいんですけれども例えばこういった全体を見た時にこれが自分の中でですよ自分の中でこれはビューティーなんだっていうふうに決めたとしたらこの髪の毛はおそらく邪魔になるであろうというところでこれはレタッチ対象だっていうことですね。 だ必ずしも全ての写真において、えー、全て等しくレタッチをするんではなくて自分のそのコンセプトがあってそれに対してこれが、えー、不必要なのかそうでないのかっていうのを取捨選択していくとか非常に重要かなと個人的には思っております。でこれは顔をきれいに見せたいっていうちょっと僕の中での内容があるのでこの髪の毛は消してしまいます。これね現場で気づけたらさっさと直せればいいんですけれども、まあ、あるいは気づいてても放置することも ありますねでこの辺の口元のちょっとシャドウとかも、えー、少しなじませてあげてで改めてレイヤー複製しましてで少しここが、えー、と陰っているような気がしますので比比較較でですねコピースタンプの比較名でここもなぞってあげま,すまあ明るい部分を拾ってきて少しなぞってあげるというだけでここはですねかなり柔らくとはいまあこれはビフォーアフターですねこういう感じで。 であとはですねこういったパッチツールなんかもそうですけれども、えー、お洋服アパレルであれば、えっと、こういう、えっと、ほこりがつきやすいですねお洋服をしてる場合は、えっと、よくチェックします。こんなとこまでチェックするんかいっていうとこですけれども例えば何かこう大判でプリントしたりするというようなケースもありますし、えー、おそらくこのぐらいのサイズだと。 えー、A4 ぐらいのプリントだと全く見えないサイズ感なんで、まあ、実はレッタッチしなくてもいいのかもしれないですが先ほどの,その細部に宿るというところでいうとそこ,のこういうところもきれいに消していくというところでお洋服ですねはなんかはチェックしてしまうあとこういう一応映り込みがないんで大丈夫だと思いますけどもこういうテカるところにおいては映、えー、り込みを消すというようなことは考えますね。 で消し方としてはいろいろあるんですけれどもちょっと今これはもう必要なんで特にこれもですね全然あのパッチツールであのなじましてこう消すことができるのでこういうなじます。まあ必要があればこうやって消すというようなことですけれども今回はそこまで必要がないんでちょっとサンプルとしてやってますね。 でここに人物なんかが映り込んでたら、ちょっとタレントさんとかだったら、あの、あの自分自身がね、映り込んでる場合もあるので、それを消してあげたりとかっていうことは、えチェックとしてはするというような感じですね。はい。では、この写真はこれで終わりにいたします。はい。それでは、次のカットに行きます。 こちらですね、えー、ご覧くださいで、えー、人物のね写真のレタッチとなるとですね、えー、いろんなチェック項目があるんですけれども、えー、見落としがちなチェックポイントとあと修正の仕方が、えー、わからんとよく言われるところに、えー、と一つはですね指指先指ですすねというものがありますちょっと注目してみます。で創作アートということで僕の中で今回テーマがあると思うんですけれどもどこまで加工するのかっていうのはその。 好き好きもあると思うんですけれどもあの悩ましいところですよね。ててを加工してしまうと、えー、不自然になりがちですね特に指先のこういう、えー、ちょっと拡大しますけれども、えー、この関節ですね関節の節目とか、えー、今ちょうどねやっぱり手先ってなかなかここまで、えー、完璧にケアするのは非常に難しいので、えー、とこういうところをですね、えー、と見落とさずに見ていきましょう。 でどこまで補正するかっていうとこのまあ一つのポイントとして僕の場合できる限り、えっと、リアルと、えー、虚構の曖昧なところを狙っているので全てを加工することは実はしないんですね。で指のこの関節で言えば例えば筋が12345本あれば2本までにするとか。 リアルなところを少し残し残ておくんですね特にパッと見目が行きやすいところのリアルな質感は残しておいてそれ以外の周りを、えっと、少しレタッチしてあげるとものそのリアルなのか虚構なのかってですね人間って面白くてある程度の情報があるとそこから想像を働かせるんでこれはリアルっていうふうに判断できちゃうんですね。なので例えばこういう指先のところを今ちょっとレタッチしようと思うんですけど、まあ、この傷,傷か何か分かりませんがこれはちょっと。 えっと全体の目線を引いてしまうので、これはレタッチしてしまおうと思います。で、これもパッチツールですね。こういうところでちょっと周りのところをこう削って、えー、レタッチしてしまうと。で、指ですけれども、まあ、こういうところですね。 すごいなんかパッチツールが万能すぎてなんかパッチツールの紹介みたいになってますけどこの12345ちょっともしかしたらえっと解像度の関係で画面で見づらいかもしれませんけどもここに例えばある筋を減らすというようなイメージですねあの全部を消してしまう一回全部消ししてみましょうか例えばですねえっとよくレタッチでざっくりやってしまうといやこれはちょっとね全部消すってやとこうパッと。 まあ滑らかにはなるんだけどもちょっと人間味をですねどんどんなくしていってしまうんですねこれ,これだとなんかちょっと虚構っぽいまあ虚構の作品っぽくやるんだったらいいのかなと思います例えばなんかゲームのキャラクターをえーと模していてそれをやるんであればこういうものはない方がいいのかもしれませんがあくまでちょっと僕の場合はえとひなちゃんというそのモデルさんを撮ってるというところの自負もありますのでここは全部は消さずにえ本数を減らす。 というようよなやり方をしますこうですねちょっと待ちくださいこれも何本か減らすとはいはいで極力ですねあの指指ってですねあの右側がちょっと今、えー、ハイライトでこっちにシャドウに落ちてるので、えー、例えばこう引っ張った時に なんていうんですかねよその指からは持ってこないで極力同じようなグラデーションを持ってるところから、えー、と引き込んでくると,、えー、ときれいになじんできます、ね、この辺もこの辺のグラデーションは多分指的には近いのでっていうところでこういうふうにですね、まあ、近しい位置それから少し深くこう影を作ってしまってるようなやつは少し減らすとこれも少し減らしてですね。 はい、ちょっと下まで行きましょうかねはいで逆にここは上を残したままここはきれいにしてしまうんですね主冊選択としてここはき残しつつも例えば指先の先の方はきれいにしてしまうとでここは本数を減らすんじゃなくてきれいにしてしまうと,と何が起きるかというと全体でパまあパッと見た時に 指のここは残っているんだけどもこっちは消えてても、えっと、その人間の脳的にですね間を取るのでそこまで不自然に見えないですねそうすると少しこう若返らせるような感じができます今ビフォーアフターまあこういう感じですねうんまあリアルなままこう必要な情報だけ残して間引いていくというような感じで指先をやるとで同じようにですね難しいところはまあ膝ですね まあこれはちょうどボケてるんでとても、まあ、レタッチしやすいところでありますけれどもこういうところで,で作業別の作業をする時はもう一つレイヤーを作るという作業を、えっと、癖づけをするといいと思いますこれレイヤー、はい、で本来であればここはおそらく名前を入れた方がいいですねこれは何を補正したのかっていうところでちょっと今日割愛していますはいでこういう膝のシワの部分ですねこれはほとんど場合残してていいことはないので で入れタッチしてしてままいますはい結構ですねパッチツールでこうサッとこの辺は綺麗にいけてしまうなという感じですねはいでそうするとですねこのリアルな部分を減らしつつ、まあ、顔に目線がいくような感じになるかなと。 あともう一つ見落としがちなところでパッチツール以外で修正しやすいところっていうと例えばこういう髪の毛ですねこの1本、えー、と白くハイライトで光っちゃってるようなものは、えー、これはですね、えー、スポット修復ブラシというので髪の流れに沿ってちょっと大きかったかな 髪の流れに沿ってですねこれ引っ張ってあげるだけで結構きれいに消えていきますはいまあこういう感じですねまあこれ調子に乗ってくるとですね本当にお掃除みたいにですねどこもどこもきれいにしたくなるんでこう極力この髪の流れを保つような形でマまタッチするとこのねキューティクルな部分がこのまま出るとまあこういう感じですね はい、でこの作作品品以上にになりりまますす、はい、それでは次のの、えー、のレタッチに参ります、はいまあ、このような感じで、えー、ライトルームから、えー、と引き出したものですけれども、えー、ライトルームのですね色温度の,あのスライダーの変更で、まあ、この全体的にちょっと青みがかったままと出力されてきているなという印象がありまして例えばその、まあ、肌部分ですね特に人物の肌っていうのはやっぱり 青すすぎるとですね、ちょっと不自然な感じになりがちとで一方でこのシャドウ部のこの緑ちょっと少しシアンがかった部分とかはまあすごく僕の望んでいる部分であるというところでとこの肌の部分だけ例えば、えー、色味を変えたいと肌だけ少しあの色味を肌色に戻したいというような時にどういうものを使うと便利かというところでえっ、ー、とー フォトショップはですね、調整レイヤーというものがあります。で、これは元の画像に影響を及ぼすことなく、えー、輝度とかですね、カラーを変更することができるという、えー、便利な機能ですね。やっぱりその一つ、ライトルームとの差があるとすると、このレイヤーというところが非常に機能としては、あの、えー 違いのあるところですねでここで言うと一、えっと、つですね、えっと、肌の補正を使うのに一つ一、えー、番使うのはこのトーンカーブという機能になりますでトーンカーブというのはですね、えっと、皆さんの中で色をいじるっていうような印象はあまりないかもしれません、えっと、基本的にその明るさを補正するツールとして例えばですねこれ今ヒストグラムが出ていますでこの写真全体のヒストグラムが出ているんですけれども えー、左側が、えー、と黒い部分、まあ、シャドウ部になりますなのでここを持ち上げると全体の黒い部分が明るくなっていくと、はい、でここは真ん中中間部分になりますなんでここを持ち上げると写真の全体の明るさが、えー、持ち上がっていくとでここはハイライト部分なのでハイライトに、えー、影響を及ぼすというですねまあ基本的にはこういった使い方をもとするものなんですけれども、えー、実はですねチャンネルというものがフォトショップにありまして レッド、グリーンブルーというそれぞれのカラーごとに実はこれをトーンカーブをこれいじることができます。でここで言うとですね、えー、RGB の仕組みになってしまうんですけども肌の、えー、このブルー味を減らしてですね少し赤み、まあ、要は赤い感じとかマゼンタの感じを入れるにはどうすればいいかというとことなんですけども、えー、チャンネルをですねレッドにして、えー、ここ、まあ、ハンドルの、えー、マークがあると思うんですけどもこの肌のとこを選んでいただいて。 でちょっと今矢印で持ち上げちちゃいます持ち上げていくと、まあ、赤くなっていくんですけれどもでこの時気をつけなければいけないんですけれどもフォトショップには、えー、描画モードというものがありまして、えー、通常というとですね輝度とカラーと両方全て変化していくんですが、えー、こうすごい便利でこれは Lightroom には現状ない機能ですけれどもカラーそれから輝度という描画モードが存在しています。 でカラーというものを選ぶと色だけに影響する、えー、調整レイヤーを作ることができるんですね今見たら分かると思うんですけど明るさには実は影響していないままカラーだけを変更できるというようなモードがありますでこれを用いて、えっと、この肌のところでまだ少し紫ということは青の成分があるので、えっと、青の部分は少し減らしますでちょっと青いなと感じる部分をスポイトで選んでいただいてでここ減らすので下に。 ずらしていきますねそうするとえっとこれまあ今徐々にやってるので分かりづらいですけれどもビフォーアフターですね、えー。モニター上僕のモニター上ではかなり変更があるのでちょっとウェブ上でどこ行くのか分かりませんけれどもえっとかなり赤みが出てきます。えー、こういったですねトーンカーブの使い方をして。えー 色味を変えていくんですね、えー、ビフォーアフター見せますと青い写真から赤い写真に変更していますで実際は赤い色温度になったのでなんとなく、えー、と明るさも変わったように見えるかもしれませんけれども、えー、明るさを変更することなくカラーを変えています。はいで もう一つフォトショップの機能として、これ今全部にかかっちゃってますね。そうすると元々えコンセプトとして毒味を入れたいという。その青い部分はこのシャドウ部に残したいっていうところと、えっ、ー、と今作業としては相反してしまっているので、この肌だけを変更したいということで、このマスクというものを使います。で、マスクをですね。一回ベタ塗りで服をくつぶしちゃうんですね。これ、コマンド i で白が黒に変更なんですこれ一回。 黒に潰すと今この作業が今なかったことになっているんですけれども変更したい部分だけ、えー、白いブラシで、えー、なぞってあげるとですねその部分だけが、えー、先ほどの変更させた適用をしていってくれます、えー、少し今ざっくりとですね今作業しちゃいますね、まあ、こうやってブラシで必要な部分をなぞっていきますここで言っっったらそののちょっと肌の部分がやっぱり 色味が戻ってほしいまあビフォーアフターをちょっと確認しながらこういった形で、まあ、見ていきますそうすると肌、まあ、今ね見ていただいた通り肌の部分だけ効果が適用されてその他の部分はそうですねその他の部分は色味が変わらないという、はいまあ、こういった、えー、やり方ができるというのが一つになります。はい、ではこの作品以上になります、はい。それでは次の作品のレタッチにいきます。 今度はですねもっと全体的な視点に行ってですね背景のカラーとかカラーリングをどのようにして変更していくのかっていうのをちょっと見ていこうかなと思います。カラーメーターですねカラーメーターを使って色温度を測りまして現場の色かぶりとかっていうのを極力なくした状態で適正に撮っておくと。 ということをすると,、えー、とレタッチの耐勢も非常に良、えー、くなりますのでそこは意識ししてて撮影をしております、えー、ただ適正に撮るとですね、えー、と例えば置物の柄と背景の色味が、えー、少しずれているとかさすがに現場でそこまで、えー、と置物の色があったものを用意することはできないケースもありますし、えー、と逆にやっぱり輝度ですね明るい部分は明るくてサイド高く見えるけども暗くと暗く沈んでいるので。 えー、色味が違って見えるとかっていどうやって変更するかというところを見ていこうと思います。はいですね、えー、調整レイヤー一番わ、えー、かりやすく言うとこの色相サイドというレイヤーになります。はい、で先ほどの続きですけれども今回カラーにアクセスをするのでカラー、えー、これ描画モードですねこちらをカラーというものに変更します。 この状態でいじるとですね、えー、明るさ輝度に影響することなくカラーだけを変更していくことができると、はい、今、えー、マスターとなっておりますのでこれは全てこの作品その写真に含まれる全ての色味が、えー、変わっていきます少し動かしています色相を動かすと全体のカラーがこのように移動していくとあここちなみに色素をダブルクリックすると0に戻りますで彩度というののはこの 色の鮮やかさなので、これは鮮やかさが変わっていきます。で、よくレタッチの場合はですね、一旦曲振りから曲振りを見るといいですね。あの、まあ、これはやりすぎね。一、まあ、回その曲と曲を見とくと、えっと、なていうんでしょうかね。どの辺で落ち着きが塩梅がいいのかっていうのが分かりますので、一回曲振りをしたりします。まあ、色相もあえて規制概念を外していろいろ振ってみたりもします。はい。 明明度はその明るさですね、まあ、ここはそんなにいじることが今回ないかと思います。はい、で、えー、基本この写,、えー、写真の中の,その赤い部分の色味ですねここを変更していきたいとなった時に、えー、このようにですねレッドイエローグリーンシアンブルーマゼンタとそれぞれにアクセスすることはできるんですけれども例えばこのスポイトで、えー、例えばこの辺の 色味を変更したいとかって言うとえ、自動でですね。えっ、ー、と、ここはレッドだよ。っていう風にえっ、ー、と変えてくれます。えー、例えばこの辺が変わるのかな。えっ、ー、とこの服だったらシアンだよ。とかですね。こういう風に変えてくれるので、スポイトで拾っていってえー、まあ。この辺の赤みを変更したいというところで。色相のスライドを動かしてみるので、局から曲振っています。と、やっぱりすごい変わりますね。で。 割と今どっちかというと紫寄りなのでちょっと赤いビビッドな感じに寄せてまあでも本当に少し変えるだけでもかなり変わりますので、えー、今回はプラス3ぐらいとでこのかなり横位置でインパクトのある作品にしたいやっぱりインパクトのある、えー、作品っていうのはコントラスト強くサイドが高い。 印象にありますので、えー、サイドも少し上げますで、オルトを押しながらですねこの背景をクリックするとビフォーアフター出ますので、ね、まあ少し紫というよりも赤い感じが出てきているとまあただ当然これは全体に今影響を及ぼしてしまっているので、えー、人物の部分はまあマスクといってですね、えー、影響をなくしてしまおうと思っております。まあ、ちょっと分かりづ このマスクのところを選んでいただいて黒で塗りつぶすとこの部分はまあカラーが変わらないよというふうになります。ちょっと今ざっくりやってしまいますね。はい。一瞬一瞬一瞬。はいはいはい。まあこのぐらいでも全然大丈夫です。はいうん まあ極端な話これを青くしたいといえば青くすることもできていくんですけどまあまあ、えっと、そういったあの例えばその緑の芝生を全部赤くしたいとかっていうのはこれと同じやり方ですることができますね。よくその異世界みたいなやつをこのフォトショップで作りたいとかっていう場合はこういったやり方をして変えていくことが多いです。はい、ではこの作品以上になります。はい、それでは今回の、えー、レタッチは以上になります。 えー、ギャラリートークのですねところからもスタートしたように、えー、まずどういう作品を作りたいのかっていうゴールとか自分の好きなものをまず明確にしていただくことそれから今回ご紹介したようなテクニックを使って、えー、皆様ですね、えー、ご自分の作品に生かしていただいて、えー、といろいろチャレンジしていただけたらと思っております。それではありがとうございました